AKB48 単独&グループ春コン、インコクリス競技場、思い出は全部ここに捨てていけということがしてね、見に行きまして、で宮崎プロデューサーとね、それほどさっき言った宮崎プロデューサーと見に行くことに、見に行かせてもらえることになって、で僕はちょっとね前の幕張の出番があってね、幕張イオンモールで劇場で、で出番があるからちょっと遅れてた、1時間ちょいかな遅れて、行ったんだけど、でこうついてさ、まあやっぱまあその前にねももクロで国立見てるけど、やっぱでかいなと思うけど、やっぱ全く違うのね、ももクロが見せる国立の感じと、また AKB が見せる国立の感じとまたガラッと違ってさ、まあ熱量はもうすごいお互いで、7万人だからね、AKB すっごいたくさんお客さんもいられていてさ、盛り上がってて、で俺がちょうど走ってくる時にね、ちょうどバラードだったかな、大島優子ちゃんのバラードで、7万人ってお客さんが直前まで、俺がまだ近づく前の1個前の曲ぐらいもうみんなの歓声がブワーって聞こえてるのが、大島優子の一人になった瞬間にその7万人をこういい意味で黙らせる、あのオーラ、この人はこの後卒業させんだなっていう、するんだなっていう感じでね、こうピリッとした空気を出すあたり、スターってのすげえなーなんて思いながらこう会場に入っていくわけよね。でどこに席どこなのかなって言って、まあこれもうまあそのなんて言うんだろうな、関係者的だから、そのちょっといいところだったんですけどね、でこういいところとは聞いていましたが、その先に行ってる宮崎さんから、そんなにっていういいところだったのよ、むちゃくちゃいいってところね、そこ時々もう歩いてって、とちらいてって、そしたらもう宮崎さんがもうね、なんだろうミーアキャットみたいになってるの、ずっとこう立ってこうステージをさ、ミーアキャットがもう待ってるみたいな、お母さん待ってますみたいな感じでさ、ずっと見てるのステージ、うっとりしちゃってるのも言ったら、でどっかで、自分はラジオのプロデューサーだみたいな プライドがあるんだろうね、手とかね、本当は縦乗りとかしたかったんだろうけど、こうちょっとこうちょっと軽くうなずきながらで右手でちょっとこうリズム取るみたいな、俺楽曲楽しんでるからみたいな空気は出してたけども、俺が一緒についてね、でどうですかって、いやすごいよなんて言ったらさ、冷静になってみたらセットすごい、どでかいクマがいてさ、すんごいクマ、何メートルぐらい、まあ、ステージいっぱいでっかいクマがいて、そこにさね、いろんなこう仕掛け出しになるわけですよ、そこにもスターたちがどんどん出てくるわけで、そのスターにはまだね慣れてないけどもね、若手の子たちも出てきてさ、楽しそうにキラキラしてた、で何がすごいってね、全く国立に緊張も萎縮もしてなかったね、もう堂々たるもんよ、あ今日は国立なんだ、国立という場所で私たちはライブするんだっていうぐらいのスイッチぐらい、あすこれやっぱドームとか経験してみるとでかいとこやってるから違うよね、でやっててさ、もうライブも盛り上がってさ、で俺らね一番前の方なの、席ね一番前の方ってか一番前ですからもう言っちゃう、まあもういいもう今更隠しても、もう関係者って言った時点でもうみんな俺のこと嫌いなんでしょ、じゃあもういいよ、もう最終的に焼き殺せばいいじゃない俺らが、ね、で一番前でさ見させてもらってさ、でさ見つかんないのよ、うちの子、うん咲子ちゃんね、すげえ探してやね宮崎さん、うん、でもう本当にね、宮崎さんなんか途中から尋ね人を探す感じで、さあきこちゃんさあきこちゃんってずっと全然見つかんないしさ、で探してた時さ、俺の隣の女子高生が振ってる旗がガンガン俺に当たるしさ、まあ、それは盛り上がってる証拠だからいいんですけどもね、見つかんねえなーなんて言ってね、でしたら急にねバーッとまたメンバーがいっぱい出てきたのね、あこのタイミングじゃない宮崎さんなんて言ってたらさ、出てきたのよ、でかいからわかんないよ、でかいし、一番ポイントとしてはね、なんていうの、いい言い方見つけた、両 A 面じゃない前も後ろも A だからね、すっごいなんていうんだろうな、おー駅太郎どうみたいな感じペラペラとか来たから、あらーっつって、でもう俺と宮崎さんで、ね、これ目離したら見失うからずっと見とこうって言って、俺と宮崎さんで、ね、ずっと咲子ちゃん指差しながら追っかけて、前来たら声かけよう、前来たら声かけようって言ったら、ちょうどドンピシャで前来た。で、俺ね、一応、なんていうんだろう、恥ずかしいから、ちょっとそんなね、ガツガツ行くのもあれかなと思って。
でね、でも俺が行かないとと思ってたの。だって横はさ、クール気取った宮崎プロデューサーがさ、こう首でこんなビート刻みながら秋元さんっていい楽曲作るよねみたいな空気出してるからさ、ね、でと思ったらさ、すごいね、あの友達が舞台上に出てきたってテンションでね、すっげえでっかい声で横で宮崎 P がドイデちゃんドイデちゃん見てこっち見てドイデちゃん俺あと山ちゃんドイデちゃんでもそんなのね、ライブ会場でね呼ぶ声なんて届かないと思うのが遠いと思うんですけども、届く距離なのよ。で完全に邪魔するぐらいの届き方しちゃって、あのヘビーローテーションかな、歌ってる時にね、完全に届いて、なんかダー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 の時でなんか指こうさ、あの腕をはわしていくやつあるじゃない、その腕ピタッて止まってこっち見ちゃってるあっつって、でそっからなんかさ、もう気づいてもらったら、もう言ってもうちのさリスナーじゃん、もう俺は舞台には立ってるけどさ、リスナーだしさ、ちょっと上から行ったんだよね。そしてさ、俺と宮崎さんです、なんかすごい優越感じゃないかね、なんかおい動揺してんじゃん、思ったよっつって、で俺とあこれ言ったら怒られるのかな、ずっとね俺と宮崎さんで、ね、すかしてんなっつってなんだ下ネタの一つも嫌で、すかして踊りやがって、相手の気取ってんじゃねえぞっつって下からずっとおい調子乗ってるのか前向けって、ちょっと立ち悪かったよねあれね。でもそれをニコニコ聞いてくれててね、ドイネちゃんが他にも大家のしーちゃん、大家静香ちゃんとかにね、見て見てなんて紹介してくれるとかしてさ、盛り上がって、でまあもうあとはもうすごい仕掛け、うん、シルクドソレイユみたいなやつだよ、もう飛んだりしてんのビヨーンっつって、下手くそ説明なんかすっごいね、ゴムでね吊るされてビョンビョン大島由紀ちゃん飛んでたよ。そんなのがあったりとかさ、途中オールスター感謝祭とつないだりとかねしてさ、やってるわけですよね。まあスターだななんて思ってたらさ、曲会いたかったの時にさ、ちょっと歌詞が違ったわけ、会いたかしーみたいになって、なんだろうかと思ったら、なんとめちゃイケのキャラクターたかしーですよ、岡村さん風するふなっしーのね、バッタモみたいなやつで、めちゃイケのロケが入って、で会いたかしーってみんなで行くわけよね。なんかこういうめっちゃイケみたいなすっげえ人気番組とこうライブ中にコラボできるあたりとかも、なんかもう、あもうなんかスターのライブ会場だなと思いながら見てて、でそこもバーン盛り上がって、でまあライブは終わるわけですよね。そしたらまあその挨拶みたいなのも、せっかくだからっつってね行くことになりました。でさ、こう国立のこう裏手の方トコトコトコと歩いていくわけですよね。宮崎 P と一緒にバーッと歩いてって、まあ、ドイネちゃんにまず挨拶しに行こうかっつって、でバーッと歩いててさ、入り口近く来たらさ、スッと目の前にさ、ちょうど収録が終わった帰り道のさ、岡村さんがいらしてたんだね。で俺ここですげえ後悔してんの、あーダメだな俺って、岡村さんがね俺にね、誰だお前はって言ってくれたのよ。これって何それって思いの方にちゃんと説明しなきゃいけないんだけど、俺岡村さんってすごい人見知りが激しい方だから、こうそんなに俺話してもらえたことなくて、でちょっとやっぱ俺がやっぱ緊張するのよ岡村さんで、岡村さんも多分俺にそんなに心とか開いてくださってないだろうなと思ってるのがあったから、ちょっと嬉しかったのよ、誰だお前はっていじってくれて。でもだったらちゃんと返して面白くならなきゃダメじゃない。でも俺は誰だお前はに対して、あっまあもうなんていうの、内臓が出ちゃったね、もう深海から出てきちゃってるから俺で、ってなっちゃって、で岡村さんがもう一回チャンスくれたの、誰だお前はっつって、で最終的に俺がやったのは、あ山里ですっていう本当に俺のことを聞いてる人に対するリアクションしちゃって、で、岡村さんも、あ、やべ、気遣いしちゃったな、こいつにって感じで、ああ、うん、って車に戻っちゃった。わあ、やっちゃったな、つって。なんか岡村さんともうちょっと距離が縮まるチャンスだったのかな、と思ったの。うん。岡村さんと喋ったのって、だって、ちょっとまだ敬語混じるぐらいなのよ、岡村さんと。やっぱ、多分距離があるから。この前も、オードリーのオールナイトニッポンの方に岡村さんが出た時に、オードリーの若林くんが、アカデミー賞に出る前にね、
アカデミー賞の授賞式の経験者として岡村さん出た時に一番アカデミー賞で滑ったの俺だよって話をしてくれてたの。でその件でごめんね山ちゃん言っちゃったよって言われた時に山ちゃん言っちゃったよってあすごいフレンドリーに喋ってくれたって嬉しく思ってるぐらいの距離感だからさ、だから本当失敗しちゃってだからあそこ何が正解だったんだろうと思って、そしたらやっぱちょっと何ですか AKB ファン代表ですよって言ったらいやお前そんな言ったらファンの人が怒られるぞとかって一悶着できたのになとか思いながらまあそれは反省してね。でその挨拶室みたいなの挨拶室みたいなのあるのよ、あの楽屋入り口みたいなのねテケテケテケとこう二人で入っていってでね早速見つけたわけですよあのリスナーね、サキコちゃんをさ見つけてさそれまではさ俺も宮崎さんもガッチガッチ意識を立ってさ待ってるじゃない、挨拶するタイミングを待ってたらさ目の前はさ大島優子さんとかが通るわけよ、指原さんとかがねスーッとこうねわーすげーって俺の前通ってあどうもみたいになってあどうもって言って俺もドキドキしちゃってさ前バーって通ってってさでもうかもう各界著名人来てんのよいっぱい、うん、あこの人見たことあるとかこのあ美空ひばりさんの声の真似する人だとか、うん、あのドラマの人だとかあのドラマであの人と共演してた人だとかいっぱいいるわけさね、そのガッチガチよ、ね、どうするっつってでスターも時々通るね、そんな中さ来たわけでもね俺らねちょっと魅了されてんだよあの舞台見てるから松井咲子ちゃんもねやっぱ AKB なんだねなんて言って思って、でもさそのガッチガチに緊張してる状態で来るわけじゃない松井咲子ちゃんが、したらもう俺も宮崎さんもほっとしちゃってさ嬉しくてリスナーだと思ってむっちゃくちゃ存在に扱っちゃってさおいっつって出てたかこの野郎っつって今日出てたかこの野郎見てねえぞみたいな、したらいやいやまあ確かにねみたいな言われてこうケッケケッケ喋っててさ、でもこれ俺さ思ったんだよね、喋っててねでまたねまあ、これもひょっとしたら燃料になっちゃうのかな、うん、三重師ってね今言ってね小島真子ちゃん岡田奈々ちゃん西野美希ちゃんとか三重師って新しいね今 AKB 非常にいいと山里と言ってるってのもう土井ちゃん知ってんだよ、したらあじゃあちょっと写真撮ってもらうように言ってあげようかってことをさ咲子ちゃんが言うから、こいつ使えるなと思ってさあ呼んできてくれてさ写真なんか撮らせてもらって緊張しちゃってさ、それでもまた緊張するんだよどうしようどうしようって、でありがとうございますみたいなことを、咲子ちゃんよりもだいぶ後輩の子に俺がペコペコしてる姿見て咲子ちゃんどう思ったかなみたいなね、帰ったりとかしてさ、でまあそれでもずっとね咲子ちゃんもさ付き合ってくれるんだよ喋ってねずっとね、いや今日どうやらライブどうでしたとかなんかこういろんなナックファイブね決まったけどね頑張ってねなんて埼玉ねもう春から土曜日からだっけ今週から始めるのかな、サイコちゃんの、先っぽこちん先っぽこちん丸見え大王だったっけね、先っぽこちん丸見え大王、うん、丸見え大王以下ペログリでもそんな感じのやつをやるっていう話とかバーってしてたらさ、そこにですよね総監督 AKB の総監督の高見田さんがスーッと来るわけですよね、で僕とかサキコちゃんが喋ってるみたいで、あーっつって出た出たこの夫婦みたいな言うわけ、いいね、ちょっと高見さんやめてくださいそんなみたいな、あ今の俺のセリフね、高見さんやめてくださいそんなって言ってでね、だって AKB は恋愛禁止でしょって俺言うわけよね、モテ男だから俺は、恋愛禁止でしょなんて言ったら、いやもうサキコだったらね、まあねサキコとね山ちゃんもらってもらえなよみたいなことね、高見さんが言って、もう何高見なさんみたいなこと言ってね。で、高見はやっぱ総監督いろんな挨拶だからね。じゃあ、お幸せになんて言っちゃった。やめてくださいよなんてパーって戻っていくわけ。ここで分かったんだよね。こうやって言うってことはよ。ね。土井根ちゃん、改め松井聖子ちゃん、ね。両A面ぺったんこのすけは言ってんだろうね。その楽屋とかでさ。じゃなきゃそういう話にならない。だから、きっとね、こんなこと言うのもなんですけど、私ちょっとみんな言わないでよ、なんだから、その、修学旅行のテンションだろうね。言わないでよ、絶対。山ちゃんのこと好きなんだよね。絶対言ってんだよ。100%。俺、あの時思ったもん。うわ、言ってるわ、これ絶対、ちょっとって。ね。好きなんだけど。だからさ、高見田さんもさ、ね。ちょっとジョーク交じりに、
この子卒業させてあげてもいいんじゃない山ちゃんでみたいなことを俺言ってきてるわけじゃないね。だからそれに関して言わせてもらうけど、まあサイコちゃんごめん俺付き合えないわAKB48 単独&グループハルコンインコクリス今日以上思い出は全部ここに捨てていけどということでましてね、見に行きまして、で宮崎プロデューサーとね、それほどさっき言った宮崎プロデューサーと見に行くことに見に行かせてもらえることになって、で僕はちょっとね前の幕張の出番があってね、幕張イオンモールで劇場で、で出番があるからちょっと遅れてた、1時間ちょいかな遅れて、行ったんだけど、でこうついてさ、まあやっぱまあその前にねももクロで国立見てるけど、やっぱでかいなと思うけど、やっぱ全く違うのね、ももクロが見せる国立の感じと、また AKB が見せる国立の感じとまたガラッと違ってさ、まあ熱量はもうすごいお互いで、7万人だからね、あの AKB すっごいたくさんお客さんもいらっしゃってさ、盛り上がってて、で俺がちょうど走ってくる時にね、ちょうどバラードだったかな、大島優子ちゃんのバラードで、7万人ってお客さんが直前まで、俺がまだ近づく前の1個前の曲ぐらいもうみんなの歓声がブワーって聞こえてるのが、大島優子の一人になった瞬間にその7万人横でいい意味で黙らせるあのオーラ、この人はこの後卒業させんだなっていう、するんだなっていう感じでね、こうピリッとした空気を出すあたり、スターってのすげえなーなんて思いながらこう会場に入っていくわけよね。でどこに席どこなのかなって言って、まあ、これもうまあ、そのなんて言うんだろうな、関係者席だから、そのちょっといいところだったんですけどね、でこういいところとは聞いていましたが、その先に行ってる宮崎さんから、そんなにっていういいところだったのよ、むちゃくちゃいいってところね、そこ行ってきて、もう歩いてって土地に入ってって、そしたらもう宮崎さんがもうね、なんだろう、ミーアキャットみたいになってるの、ずっとこう立ってこうステージをさ、ミーアキャットがもう待ってるみたいな、お母さん待ってますみたいな感じでさ、ずっと見てるのステージ、うっとりしちゃってるのも言ったら、でどっかで、自分はラジオのプロデューサーだみたいな プライドがあるんだろうね、手とかね、の本当は縦乗りとかしたかったんだろうけど、こうちょっとこうちょっと軽くうなずきながらで右手でちょっとこうリズム取るみたいな、うん、あ俺楽曲楽しんでるからみたいな空気は出してたけども、俺が一緒についてね、でどうですかって、いやすごいよなんて言ったらさ、冷静になってみたらセットすごいどでかいクマがいてさ、すんごいクマ、何メートルぐらい、まあ、ステージいっぱいでっかいクマがいて、そこにさね、いろんなこう仕掛け出しになるわけですよ、そこにもスターたちがどんどん出てくるわけで、そのスターにはまだね慣れてないけどもね、若手の子たちも出てきてさ、楽しそうにキラキラしてた、で何がすごいってね、全く国立に緊張も萎縮もしてなかったね、もう堂々たるもんよ、あ今日は国立なんだ、国立という場所で私たちはライブするんだっていうぐらいのスイッチぐらい、あすこれやっぱドームとか経験してみるとでかいとこやってるから違うよね、でやっててさ、もうライブ盛り上がってさ、で俺らね一番前の方なの、席ね一番前の方ってか一番前ですから、もう言っちゃう、まあもういいもう今さら隠しても、もう関係者って言った時点でもうみんな俺のこと嫌いなんでしょ、じゃあもういいよ、もう最終的に焼き殺せばいいじゃない俺ら、ね、で一番前でさ見させてもらってさ、でさ見つかんないのよ、うちの子、うん、咲子ちゃんね、すげえ探してやで、ね、宮崎さん、うん、でもう本当にね、宮崎さんなんか途中から尋ね人を探す感じで、さあきこちゃんさあきこちゃんってずっと全然うん見つかないしさ、で探してる最中さ、俺の隣の女子高生が振ってる旗がガンガン俺に当たるしさ、うん、まあ、それは盛り合ってる証拠とかいいんですけどもね、見つかねえなーなんて言っててね、でしたら急にねバーッとまたメンバーがいっぱい出てきたのね、あこのタイミングじゃない宮崎さんなんて言ってたらさ、出てきたのよ。でかいからわかんないよ、最後に。で、でかいし、一番ポイントとしては、ね、なんていうの？いい言い方見つけた。両 A 面じゃない前も後ろも A だから、ね、すっごい、なんていうんだろうな、おー、液太郎どうみたいな感じで、ペラペラのが来たから、あらーっつって。で、もう、
俺と宮崎さんでこれ目離したら見失うからずっと見とこうって言って俺と宮崎さんでずっと咲子ちゃん指差しながら追っかけて、前来たら声かけよう、前来たら声かけようって言ったら、ちょうどドンピシャで前来た。で俺ね、一応なんていうんだろうな、恥ずかしいから、ちょっとそんなねガツガツ行くのもあれかなと思って、でね、でも俺が行かないとと思ってたの。だって横はさ、クール気取った宮崎プロデューサーがさ、こう首でこんなビート刻みながら秋元さんといい楽曲作るよねみたいな空気出してるからさ、ね、でと思ったらさ、すごいね、あの友達が舞台上に出てきたってテンションでね、すっげえでっかい声で横で宮崎 P がドイデちゃん、ドイデちゃん見て、こっち見て、ドイデちゃん、俺あと山ちゃん、ドイデちゃんでもそんなのね、ライブ会場でね、呼ぶ声なんて届かないと思うのが遠いと思うんですけども、届く距離なのよ。で完全に邪魔するぐらいの届き方しちゃって、あのヘビーローテーションかな、歌ってる時にね、完全に届いて、なんかダー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 の時で、なんか指こうさ、あの腕をはわしていくやつあるじゃない、その腕ピタッて止まってこっち見ちゃってるはっつって、でそっからなんかさ、もう気づいてもらったら、もう言ってもうちのさリスナーじゃん、もう俺は舞台には立ってるけどさ、リスナーだしさ、ちょっと上から行ったんだよね。そしてさ、俺と宮崎さんです、なんかすごい優越感じゃないけどね、なんかおい動揺してんじゃんと思ったよっつって、で俺とあ、これ言ったら怒られるのかな、ずっとね俺と宮崎さんで、ね、すかしてんなーっつってなんだ下ネタの一つも嫌で透かして踊りやがって、相手の気取ってんじゃねえぞつって、下からずっと、おい調子乗ってるから前向けって、ちょっと、立ち悪かったよね、あれね。でも、それをニコニコ聞いてくれててね、ドイネちゃんが、他にも、大家のしーちゃん、大家静香ちゃんとかにね、見て見てなんて紹介してくれるとかして、さ、盛り上がって。ね、まあ、もう、あとはもう、すんごい仕掛け。うん、知るかい。でもそれをニコニコ聞いてくれててね、ドイネちゃんが他にも大家のしーちゃん、大家静香ちゃんとかにね、見て見てなんて紹介してくれるとかしてさ、盛り上がって。ねえ、まあ、もうあとはもうすんごい仕掛け。うん、シルク・ド・ソレイユみたいなってたよ。もう飛んだりしてんの、ビヨーンつって。下手くそ説明。なんか、すっごいね、ゴムでね、吊るされてビヨンビヨン押しめぐちゃん飛んでたよ。そんなのあったりとかさ、途中オールスター感謝祭と繋いだりとかね、してさ、やってるわけですよね。まあ、スターだなぁなんて思ってたらさ、曲、会いたかったの時にさ、ちょっと歌詞が違ったわけ。会いたかしーみたいになって、なんだろうかと思ったら、なんと、めちゃイケのキャラクター、たかしーですよ。岡村さん扮するふなっしーのね、バッタモンみたいなやつ。で、めちゃイケのロケが入って。で、会いたかしーってみんなで行くわけよね。なんかこういうめちゃイケみたいなすっげえ人気番組とこうライブ中にコラボできるあたりとかも、なんかもう、ああもうなんかスターのライブ会場だなと思いながら見てて、でそこもバーン盛り上がって、でまあライブは終わるわけですよね。そしたらまあその挨拶みたいなのも、せっかくだからっつってね、行くことになりまして、でさ、こう国立のこう裏手の方とことことことと歩いていくわけですよね。宮崎 P と一緒にバーって歩いてって、まあドイネちゃんにまず挨拶しに行こうかっつって、でバーって歩いてってさ、入り口近く来たらさ、スーッと目の前にさ、ちょうど収録が終わった帰り道のさ、岡村さんがいらっしゃったんだね。で俺ここですげえ後悔してんの、あーダメだな俺って、岡村さんがね、俺にね、誰だお前はって言ってくれたのよ。これって何それって思いの方にちゃんと説明しなきゃいけないんだけど、俺岡村さんってすごい人見知りが激しい方だから、こうそんなに俺話してもらえたことなくて、でちょっとやっぱ俺はやっぱ緊張するのよ岡村さんで、岡村さんも多分俺にそんなに心とか開いてくださってないだろうなと思ってるのがあったから、ちょっと嬉しかったのよ、誰だお前はっていじってくれて。でもだったらちゃんと返して面白くならなきゃダメじゃない。でも俺は、誰だお前はに対して、あ、しゃ、あ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 、まあ、もう、なんていうの、内臓が出ちゃってるね。もう、深海から出てきちゃってるから、俺。で、ってなっちゃって。で、岡村さんがもう一回チャンスくれたの。誰だお前はつって。で、最終的に俺がやったのは、あ、山里です。っていう。
あの本当に俺のことを聞いてる人に対するリアクションしちゃって、で岡村さんもあやべ気遣いしちゃったなこいつにって感じで、ああうんって車に戻っちゃった、わあやっちゃったなーつって、なんか岡村さんともうちょっと距離が縮まるチャンスだったのかなと思ったの、うん、で岡村さんと喋ったのってだってちょっとまだ敬語混じりぐらいなんだよ岡村さんと、やっぱ多分距離があるから、この前もオードリーのオールナイトニッポンの方に岡村さんが出た時に、オードリーの若林くんがアカデミー賞に出る前にね、アカデミー賞の授賞式の経験者として岡村さん出た時に一番アカデミー賞で滑ったの俺だよって話をしてくれてたので、その件でごめんね山ちゃん言っちゃったよって言われた時に、山ちゃん言っちゃったよって、あすごいフレンドリーに喋ってくれたって嬉しく思ってるぐらいの距離感だからさ、だからほんと失敗しちゃったんだから、あそこ何が正解だったんだろうと思って、そしたらやっぱちょっと何言ってんすか AKB ファン代表ですよって言ったら、いやお前そんな言ったらファンの人が怒られるぞとかって一悶着できたのになとか思いながら、まあそれは反省してね。でその挨拶室みたいな、挨拶室みたいなのあるのよ、あの楽屋入り口みたいなのね、テケテケテケとこう二人で入っていって、でね早速見つけたわけですよあのリスナーね、サキコちゃんをさ見つけてさ、それまではさ俺も宮崎さんもガッチガッチ意識をだってさ、待ってるじゃない、挨拶するタイミング待ってたらさ、目の前はさ大島優子さんとかが通るわけよ、指原さんとかはね、スーッとこうね、わーすげーって俺の前、どっかね自分はラジオのプロデューサーだみたいな プライドがあるんだろうね、手とかねの本当は縦乗りとかしたかったんだろうけど、こうちょっとこうちょっと軽くうなずきながらで右手でちょっとこうリズム取るみたいな、うん、あ俺楽曲楽しんでるからみたいな空気は出してたけども、俺が一緒についてね、でどうですかって、いやすごいよなんて言ったらさ、冷静になってみたらセットすごいどでかいクマがいてさ、すんごいクマ何メートルぐらい、まあ、ステージいっぱいでっかいクマがいて、そこにさね、いろんなこう仕掛け出しになるわけですよ、そこにもスターたちがどんどん出てくるわけで、そのスターにはまだね慣れてないけどもね、若手の子たちも出てきてさ楽しそうにキラキラしてた、で何がすごいってね、全く国立に緊張も萎縮もしてなかったね、もう堂々たるもんよ、あ今日は国立なんだ、国立という場所で私たちはライブするんだっていうぐらいのスイッチぐらい、あすこれやっぱドームとか経験してみるとでかいとこやってるから違うよね、でやっててさ、もうライブ盛り合ってさ、で俺らね一番前の方なの席ね、一番前の方ってか一番前ですからもう言っちゃう、まあもういいもう今さら隠しても、もう関係者って言った時点でもうみんな俺のこと嫌いなんでしょ、じゃあもういいよもう最終的に焼き殺せばいいじゃない俺らが、ね、で一番前でさ見させてもらってさ、でさ見つかんないのよ、うちの子、うん、咲子ちゃんね、すげえ探したよね宮崎さん、うん、でもう本当にね宮崎さんなんか途中から訪ね人を探す感じで、さあきこちゃんさあきこちゃんってずっと全然うん見つかんないしさ、で探してる最中さ、俺の隣の女子高生が振ってる旗がガンガン俺に当たるしさ、うん、まあ、それは盛り合ってる証拠とかいいんですけどもね、見つかんねえなーなんて言ってね、でしたら急にねバーッとまたメンバーがいっぱい出てきたのね、あこのタイミングじゃない宮崎さんなんて言ってたらさ、出てきたのよ、でかいからわかんないよ最後に でかいし、一番ポイントとしてはね、AKB48 単独&グループハルコン、イン国立競技場、思い出は全部ここに捨てていけということを話してね、見に行きまして、で宮崎プロデューサーとね、それほどさっき言った宮崎プロデューサーと見に行くことに見に行かせてもらえることになって、で僕はちょっとね前の幕張の出番があってね、幕張イオンモールで劇場で、で出番があるからちょっと遅れてた、1時間ちょいかな遅れて、行ったんだけど、でこう着いてさ、まあやっぱまあその前にねももクロで国立見てるけど、やっぱでかいなと思うけど、やっぱ全く違うのね、ももクロが見せる国立の感じと、また AKB が見せる国立の感じとまたガラッと違ってさ、まあ熱量はもうすごいお互いで、7万人だからね、AKB すっごいたくさんお客さんもいらっしゃってさ、盛り上がってて、で俺がちょうど走ってくる時にね、ちょうどバラードだったかな、大島優子ちゃんのバラードで、7万人ってお客さんが直前まで、俺がまだ近づく前の1個前の曲ぐらいもうみんなの歓声がブワーって聞こえてるのが、
大島優子の一人になった瞬間にその7万人をこういい意味で黙らせるあのオーラ、この人はこの後卒業させんだなっていうするんだなっていう感じでね、こうピリッとした空気を出すあたりもスターってのすげえなーなんて思いながらこう会場に入っていくわけよね。でどこにあの席どこなのかなって言って、まあ、あのこれもうあのまあそのなんて言うんだろうな、関係者席だからそのちょっといいところだったんですけどね、でこういいところとは聞いていましたが、その先に行ってる宮崎さんからそんなにっていういいところだったのよ、むちゃくちゃいいってところね。でそこを時々もう歩いてって途中歩いてって、そしたらもうあの宮崎さんがもうね、なんだろう、ミーアキャットみたいになってるのずっとこう立ってこうステージをさ、ミーアキャットがもう待ってるみたいな、お母さん待ってますみたいな感じでさ、ずっと見てるのステージ、うっとりしちゃってるのも言ったら、で、なんていうの、いい言い方見つけた、両 A 面じゃない両、あの前も後ろも A だからね、すっごいなんていうんだろうな、あのおー、駅太郎ドーンみたいな感じでペラペラとか来たから、あれだーっつって、でもう俺と宮崎さんでこれ目離したら見失うからずっと見とこうって言って、俺と宮崎さんでずーっと咲子ちゃん指差しながら追っかけて、前来たら声かけよう、前来たら声かけようって言ったら、ちょうどドンピシャで前来た。で俺ね、一応なんていうんだろう、恥ずかしいからちょっとそんなねガツガツ行くのもあれかなと思って、でね、でも俺が行かないとと思ってたの。だって横はさ、クール気取った宮崎プロデューサーがさ、こう首でこんなビート刻みながら秋元さんっていい楽曲作るよねみたいな空気出してるからさね、でと思ったらさ、すごいね、あの友達が舞台上に出てきたってテンションでね、すっげえでっかい声で横で宮崎 P がドイデちゃんドイデちゃん見てこっち見てドイデちゃん俺あと山ちゃんドイデちゃんでもそんなのね、ライブ会場でね呼ぶ声なんて届かないと思いの方多いと思うんですけども、届く距離なのよ。で完全に邪魔するぐらいの届き方しちゃって、あのヘビーローテーションかな、歌ってる時にね、完全に届いて、なんかダー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 の時で、なんか指こうさ、あの腕をはわしていくやつあるじゃない、その腕ピタッて止まってこっち見ちゃってるはっつって、でそっからなんかさ、もう気づいてもらったら、もう言ってもうちのさリスナーじゃん、もう俺は舞台には立ってるけどさ、リスナーだしさ、ちょっと上から行ったんだよね。そしてさ、俺と宮崎さんです、なんかすごい優越感じゃないけどね、なんかおい動揺してんじゃん思ったよっつって、で俺とあこれ言ったら怒られるのかな、ずっとね俺と宮崎さんで、ね、すかしてんなっつってなんだ下ネタの一つも嫌で透かして踊りやがって、アイドル気取ってんじゃねえぞっつって下からずっとおい調子乗ってるから前向けって、ちょっと立ち悪かったよねあれね。